動画を止める準備をして、動画を止めて、これをはっきり覚えてください。もう一度、動画を止める準備をしてください。これも止めてはっきり覚えてください。この画面は前の画面で見たことをしっかり学んだ後、自信がついた方だけに見てもらいたいと思います。この単語の英語の発音をよく聞いてみると、この文字の発音を推し量ることができたと思います。この字は Z だけではなく J の音もあります。こちらは空気を多く出しながら発音し、そしてこちらはできるだけ空気を出さず発音します。こちらの文字はその中程度の空気を出しながら発音しますが、日本人や英語のネイティブの耳にこちらは問題ないですけれども、この両方の字たちは 85% の時は PTKCH らしく聞かれて、 15% の場合は VBGJ に聞かれます。難しくて迷われてしまう発音です。しかも書く時はこっちが正しいけど、発音する時はこっちが正しい単語も少ないんです。そうなので、初心者ならこっちもこのように発音しても問題ないと思います。絶対に忘れてならないことは、外国語を学ぶ初心者が発音にあまり縛られてしまうと、前に進まず飽きてしまって言語を学ぶこと自体ができません。